今僕、ラジオ局で練習してるんですよね。何,何を練習してるんですかいや、テレビ局経営の。おえいつかじゃあ、テレ東買うかもしれないですか。テレ東買いたいなとは思ってますけどね。<laughs> 買えるんだったら買いたいなと、ねはい。まあ、あの民放、東京の民放の中では時価総額一番安いですし、圧倒的な安いですし。いや、なんか、将来的に買えなくもないなっていう感じはする。おおそれ、めちゃくちゃ。<laughs> <laughs> ね、面白いとか私の立場で言いづらいですけど <laughs>、すごい展開ですよね。ビジネス、ビジネスメディアじゃあ作りますかビジネスメディアいやだからそ、それをだからビジネスメディアのなんか、ね、<laughs> はい、うまい正解を作りたいなと思ってるんですけどね、うん。プラットフォーム。まあ、当然そのやっぱ電波の力とか、スタジオなり番組作るノウハウなり、 あの、YouTube やってる人とかにはないアセットいっぱいありますからね、やっぱテレビ業界は。そうなんですよ。うん、日本のドラマのアーカイブとかも、実はめちゃくちゃ価値あるんですよ。最近、ネットフリックスがどんどんクリエイターたちを囲い込んでいって、はいね、新しい IP 作ってるじゃないですか。すやっぱ面白いっすよ。うん、し、僕今、グランメゾン東京見てるんですけど、うん、知ってますセムタク主演の。フレンチで三つ星撮ろうみたいな。はい そういうキムタク主演のドラマがあるんですけど、うん、結構もう、キムタクとか賞味金切れなんじゃねえのとか思ってバカにして見てなかったんですけど、めちゃくちゃ面白いです。えー、マジっすかネットフリックスですかネットフリックスってやってるんですけど、もともと TBS なんですよ、これ。TBS の多分日曜劇場かなんかでやってたんですけど。じゃああの、ビバンみたいな感じで。そう、ビバンみたいな感じなんですけど、ビバンより面白いですよ。グランメゾン東京、意外と面白いなみたいな。な 今度、その、3階にあるうちの系列のアモルファーズってレストランあるんですけど、はいはい、ここでグランメゾン東京メニュー再現会ってやるんで。<laughs> 面白そう。食べたいですよちょっとな。<laughs> なるほど。その、3階のシェフは結構才能あるんで、多分コピーれると思うんで。うん、あ全くレシピコピって、うん、あの、同じもの作れると思うんで。へ、えー、なんか、そう。だからドラマが面白いんですよ。地面師たちもすっごい面白いし。うそういうのが、 だ日本のドラマって別に海外で通用しないわけでもなんでもなくて、ねはい。地面めっちゃ見られてますしね。ねはい、だって、ネットリックスでめちゃくちゃヒットした、うん、あの韓国のドラマあるじゃないですか、はい、イテウォンクラスなんかも、もともとあれテレビシリーズですからね。<ー>なんで、別になんか、その、ヒゲすることは全くなくて、うん、普通に世界配信したら、うん、だから僕なんでテレビ局買おうと思ったかって、そういうところも考えてたんですよ。はい、世界展開しようよみたいな。うん、でも やっぱ免許事業の人たちって、はい、なんか日本のことしか見ないんですよね。だ今のテレビ局の経営陣もそっち寄りの人がやっぱり多いと思いますよ。うん、でも現場の人は40代ぐらいの人も含めて、それこそネットフリックスなり YouTube なりいろんなものが出てきて、うん。でもほら、新聞社って免許事業じゃないから、実は発送自由で、日経が FT 買ったじゃないですか。やっぱそれは新聞社だから買えるんだよね。 だから免許事業に守られてる人たちっていうのは、国内のことしか考えないんですよ。うん、だけど、その、関係ないから、新聞社は。はいはい、しかも、非上場だし。うん、だから、フィナンシャル・タイムズとか、まあ、かなり大胆だよなと思いましたけど、うん、買えましたよね。まあ、かなり高い買い物でしたけどね。どねまあでも、すごい経営判断ですよね。はいうん、いや、でもあれは良かったと思いますよ、本当に、買って。うん、あの、あれが、投資って、 し,したお金に対する金銭的なパフォーマンスが得られてるかは私評価はできないですけど、うん、会社の雰囲気としてはやっぱり一気にグローバルな気分になりましたし、うん、で海外メディアとかめちゃくちゃ見るようになったので従来だったらその朝日が何書いてる読売に負けないようにっていう発想だったのが、うん、もう海外メディア 最高でどういう記事書いていかなきゃいけないかってなったので、うんはもうなんか目線が切り替わりましたね、だから従業員にとって、すごく良かったと思いますうんだからあれはなんか、やっぱり日本の地上波って、本当にドメスティックで、すごくそのドメスティックなことが社会全体に波及しちゃってるんですよね、うん、だから日本社会がすごく内向きになってんのは、絶対地上波テレビ局のせいなんですよ、うん <laughs> はい、サブスクリーが遅れたのもテレビ局のせいなんですよ。うん、広告ビジネスモデル一本足だ,方だからよくないよねって言ってて言、はいうん テレビを買う一番大きな理由っていうのは、そのネットのサブスクをやらせたかったっていう、当時はナローバンドだから、i モードとかね、はい、そういったものしかできないし、はい、映像なんか流せるのはまあ10年先だろうとは思ってたけど、はいうん、でも流せるようにはなるわけだから。 前、前でも、あの、リハックで鈴木おさむさんと対談してたら、日本のテレビ業界がネットに遅れたのは、ホリエさんが富士テレビにやってきたせいで、もうあの経営陣がもうネット大嫌いになってしまって、そのせいで余計にあの、転換が遅れたんだ。ホリエさんがいなかったらもうちょっとあの、テレビ局のネット転換進んでたみたいなこと言ってましたけど。<laughs> まあでもやっぱドメスティックな考え方、はい、そ,うそうそうは僕は変わらないと思いますよ。はい、うん、そうですね。だからスポーツ放映権も、もう結局、うん オリンピックなんか大赤字じゃないですか。うん、だかあんなのサブスクの事業者以外、再三取れないんですよ。はい、オリンピックの放映権なんか買っても。うん、そうですね。そう。アベマみたいなリスクの取り方もテレビ局は無理ですしね。そうそうそう。でも、でもそうこうしてるうちに、えー、地面師たちしかりですけど、コンテンツどんどんいいものできて、あ,ある意味なんて言うんでしょう。まあそう、だから、要はネットフリックスとか LTV で考えられるから、はい。ライフタイムバリューで考えられるんで、うん、要は、この簡易、会員、 獲得したら平均何年続いて、い。いくら元取れる、はい っていうのがあるからそれで投資ができるんで、うんうんまあ、資本力も圧倒的に違いますしねネットリックスはう違いい簡単な理屈なんですけどね、うん、でもこんだけいいコンテンツだからそれこそ,そのスポンサーに気にせず例えばドラマでエログロ的な要素だってネットリックスやれちゃうわけじゃないですか地上波難しいってなって、うん、でどんどんコンテンツがこう視聴者の求めるものができるしなんならその役者もより高いギャラだし多くの人に見てもらえるしいい番組ってなっていくし、うん、でプロデューサーとかも流れていってますよね、うん、ってなると、うん、番組も人材も ネットフリックスとかアマプラにこう吸収されていくとテレビ局幹部もマジでちょっとやばいってなり始めてると思うんです。よね、うん、その中でこうどう動けるか